バーバヤーガバーバヤーガは、スラブ民話に登場するうは、各種の民話で語られるほか、芸術分野では、ムソルグスキー作曲の組曲、展覧会の絵の一曲、バーバヤーガの小屋で知られる。日本語では、魔女、魔女ばあさん、山馬、鬼ババ、ヨーバなどと訳されてきたが、近年は上実した、展覧会の絵の副題に現れるバーバヤーガの表記が、されることが多い。だが、スラブ系の、 どの言語でもこういった言い方はせず、最も近いロシア語の読みに従った表記では、バーバヤガーとなる。ストックホルムのスカンセン野外博物館で展示されているサーミ人の高い床式倉庫もとは、スラブ神話における冬の神話的表現に起源していると考えられている。後に、スラブ人がキリスト教に改修することで、古来の神々は全身なら、キリスト教の聖人、悪神や、 自然の脅威を象徴した神なら、妖怪、悪魔に置き換えられていき、北方の凍てつく冬の神話的表現は、恐ろしい魔女のような妖魔として表現されるようになったものとされる。またサーミ人の文化圏では、高床式の倉庫がかつては作られていたが、これが、バーバヤーが盗住む、鳥の足の上に立つ小屋というモチーフの外見的な由来に影響があったと考えられる。森に住む妖場。 骨と皮だけにまで痩せこけて、足に至っては、剥き出しの骨だけの老婆の姿をしている。人間を襲う魔女のごとき存在で、森の中の一軒家に住んでいる。その家は、鳥の足の上に立った小屋で、庭にも室内にも、人間の骸骨が飾られているという。普段は寝そべって暮らしており、移動するときは細長い薄に乗る。バーバヤーガが右手で持ったキネでせかすと、 このウスは少しだけ浮かび上がり、そこの部分だけを引きずって移動する。左手には宝器を持っており、移動した後を消す。民話に登場するときは、大抵仇役で、子供を誘拐して取って食うパターンが典型である。ゆえに、多くの物語では、彼女の助けを借りるのは、危険な行為として描かれている。しかし災いに陥った、主人公たちを彼女が助ける民話もあるし、大抵の民話では、 主人公が礼儀正しさ、節度の遵守、魂の清らかさを示せば、善玉として振る舞う。多くの民話では一人しか登場しないが、三人のバーバヤーガが登場する、タカフェニストの羽といった物語もある。こういう図式の物語に登場するバーバヤーガは、普通時非深くて、主人公に適切な助言をしたり、不思議なプレゼントを贈ったりする。ありがとうございます。